もねえ。早く始まらないかな。パンダさん大丈夫ですか。見た目地味だけど結構激しくない。やばい、まだクラクラするよ。アリサはロボットだから平気でしょ。はい、回転に合わせて首を回していたので平気です。フクロウ飼って、やだー。気づけなくて私も謝るわ。ごめん。はい、水。提案があります。これから4人でサウナに行きませんか。はあ。裸の付き合いは絆を深めるって言いますよね。サウナに入るパンダか、超ウケる。そうと決まれば行きましょう。へえ。全部急げです。